皆さんこんにちは。今回は林家たい平さんについてご紹介します。ぜひ最後までご覧いただき、気に入っていただけましたらチャンネル登録、高評価、コメントをよろしくお願いいたします。明るく元気なキャラクターでお客さんに元気を与える落語家林家たい平さん、あまたい落語家の中でも人気と知名度がトップクラスと言っても過言ではないでしょう。今回は改めて林家たい平さんのことについていろいろと調べてみました。まず林家たい平さんのプロフィールを見ていきたいと思います。林家たい平さんは本名を田鹿明といい、1964年12月6日生まれ、埼玉県秩父市の出身です。身長168センチで血液型は B 型です。武蔵野美術大学造形学部視覚伝達デザイン学科卒業という落語家としては少し変わった経歴の持ち主です。あまり家庭のイメージがない林家たい平さんですが、すでに結婚しており、息子が2人に娘が1人います。24時間テレビのマラソンランナーを務めた時には子供たちも応援に駆けつけていました。2016年には長男の咲太郎さんと共に絆ワークという番組に出演しています。福島県にある果樹園で働く様子が放送されました。またそれより前の2010年には次男と親子大喜利に出演しています。当時は6歳ながら落語家の子供らしい落ち着きと名回答を披露し番組を盛り上げたようです。林家正蔵さんや林家一平さん、2代目林家菊蔵さんのように落語家の息子が落語家になることは少なくありません。長男の咲太郎さんも2019年4月たい平さんのもとに弟子入りをしました。同年8月10日には父の独演会で林家作平として講座デビューを果たしています。いつか次男も父と長男のように落語家となる日が来るのでしょうか。親子3人が笑点で共演なんて日が来るかもしれません。2022年は主演映画デクの空が話題になったたい平さん、落語家としての姿しか知らず初めて映画を見た人は俳優としての魅力を発見したのではないでしょうか。この映画には作平さんも主人公の息子役で出演しています。映画での親子共演が実現し多くの注目を集めました。インタビューでは息子の演技を褒めていました。撮影開始当初の作平さんは実の父親が一緒ということもあり、かなり緊張した様子だったのだといいます。作平さんは落語家として修行を積んでいる最中であり、他の映画やドラマ舞台などの出演はないようです。初めての映画出演で親と共演というのは確かにとても緊張するでしょう。しかし撮影するうちに慣れたのか、たい平さんには少しずつ役をつかんでいったように見えたそうです。その結果良い表情で演技ができたのでしょう。プライベートで一緒にいるはずの家族も知らない顔だったとすると、すっかり役になりきっていたことがわかります。そんな息子の姿を見てたい平さんは頼もしさを感じていたのではないでしょうか。オファーがあった時は修行中ということもあり息子の出演を迷っていたそうですが、やはり共演して正解だったようです。映画の中では主人公の肩に息子が腕を回し励ますという場面があります。相手が実の息子ということもあり、撮影時のたい平さんは密かに感動していたのだと後日述べていました。そんな気持ちが演技にも反映されたのか、このシーンでは父親としてよりリアルな表情ができたそうです。本当の家族がキャスティングされたことで役への没入感が深まったものと思われます。このシーンでは作平さんも似たような感じだったのではないでしょうか。本当の父親を優しく励ますように気持ちを込めて演じていたのかもしれませんね。子どもの情報を公にしない芸能人も多いですが、林家たい平さんは比較的オープンなようです。前述の通り24時間テレビのマラソンランナーを務めた際には家族揃って応援しています。すると子どもたちがイケメンと美人だったため大きな話題になりました。特に娘さんは女優の菅野美穂さんに似てる、女優デビューしてほしいと言われるほど美貌が注目を集めました。そんな娘さんは慶応に通っていると噂されています。なぜそのような噂が流れているのでしょうか。噂の発端となっているのは長男作平さんです。作平さんの出身大学が慶応か立教と言われています。そのため娘さんも慶応に通っているのではと噂されるようになったようです。ところで落語家という職業は
人気や知名度によって講座の出演料などに大きな差が出るため、年収にもかなりの開きがあります。笑点メンバーとして活躍する対平さんは人気も知名度も抜群です。そのため年収は数千万円になっているはずです。むしろ太平さんクラスで数百万円の年収だったら誰も落語家になろうなんて思う人も少なくなるかもしれません。さて、林家たい平さんが結婚したのは1996年のことでした。お相手はフリーのキャスターをしていたちかさんという女性です。もともと株式会社リクルートに勤務していたちかさん、人材開発部広報室で勤務していましたが、後に退社しフリーのキャスターに転身しました。 NHKBS の初代スポーツキャスターとして主にサッカー番組を担当していました。後に日本代表の監督となる岡田武史さんとドーハの悲劇と呼ばれる一戦の番組進行もしていました。その後は大橋巨泉事務所に所属し、テレビやラジオ番組に出演するなど芸能活動をしていたこともあります。そんなちかさんですが、太平さんと結婚してからは家庭に入りおかみさんに専念しているようです。現在は太平さんの個人事務所の代表として講師にわたり夫を支えています。キャスターを務めるほどの美貌に加えて、生け花草月流師範、着物着付け師範の資格も持つちかさん、伝統芸能である落語家の妻に必要な資質をすべて持っていると言っても過言ではないかもしれません。結婚した時、太平さんはまだ真打ちではなく二つ目でした。ちかさんほどの女性であればもっといい相手がいたのでは、素人考えを述べてしまいそうです。しかし人々に元気を与え、たちまち笑顔にしてしまう対平さん、きっとちかさんはそんな姿に心底惚れてしまったのでしょう。笑点では恐妻家というキャラクターでいじられることの多い林家たい平さん、その恐妻ぶりは前司会者であった桂歌丸さんを上回るとも言われています。ただ恐妻家と呼ばれる場合はネタであることがほとんどです。実際はいい妻ということが多い場合があります。妻であるちかさんのこれまでの経歴を見ても恐妻家ではないことは明らかです。本当に恐妻家であれば多忙を極める夫を公私にわたってサポートし続けることはできないはずです。恐妻という情報とともに名前が広く知れ渡ってしまったちかさん、そのことから広く情報を発信するため2010年12月から太平さんと同じくアメーバブログでブログを始めています。ただ太平さんがオフィシャルブログであるのに対してちかさんは個人ブログであり、あくまでも一個人としてブログをしているに過ぎません。芸能人と結婚したことであたかも自分も有名人になったと勘違いする人は少なくありません。ですがちかさんは自分はあくまでも有名人ではないときっちり一線を引いていることがわかります。こうした気配りができるのもちかさんが良妻である証拠でしょう。林家こん平さんの弟子で2000年に真打ちに昇進した落語家の林家たい平さんは人気番組笑点の大喜利メンバーでもあります。ネット上では笑点卒業や義足の噂が流れていますが、事実なのでしょうか。林家たい平さんについて調べてみると笑点卒業というワードが浮上します。2004年から笑点の大喜利コーナーに出演、当初は代理で2006年に正式にメンバー入りするようになった林家たい平さんですが、2023年現在まだ卒業はしていません。番組内では出演者に対し卒業をいじることはあるものの、林家たい平さん自身が卒業を発表したこともありません。ネットで笑点卒業と出てしまったのは林家たい平さんではなく林家三平さんが卒業したからだと思われます。林家三平さんは林家たい平さんと同じく師匠が林家こん平さんで、2016年から2021年まで笑点の大喜利メンバーとして出演、林家たい平さんと共演していました。林家たい平さんはまだ笑点を卒業していませんが、林家三平さんは笑点からの卒業について、未熟な自分はもっと人生経験を積んで勉強する必要があると感じたと明かしています。笑点のメンバーの中では人気が高い方ではなく、ネット上では面白くないという声もありました。林家たい平さんは多くの視聴者から支持されているので、今のところ力不足での卒業はなさそうですね。ネット上では林家たい平さんは義足ではないかという噂も浮上しています。きっかけは2016年、林家たい平さんが24時間テレビから愛は地球を救うからのチャリティーランナーになったことでした。
林家たい平さんの走り方を見た視聴者の中に走り方が不自然という声が上がり、そこから義足の疑惑が出てしまったようです。しかし林家たい平さんはこれまでに自身の足が義足だと発言したことはありません。普段は問題なく歩いたり足を動かしたりすることができているため、義足の噂は事実ではないようです。実家はテーラーメイドの洋服店で、武蔵野美術大学出身という異色の落語家です。たい平さんが落語家を志したのは大学生の頃だったそうです。ふと立ち寄った大学の落研サークルが廃部寸前だったことから、友人を集めて廃部の危機から救ったことがきっかけでした。落研サークルに入ったたい平さんですが、当時は落語を見たことも聞いたこともありませんでした。そのため当初は漫才やコントをしていたそうですが、偶然ラジオから流れてきた五代目柳家小さんさんの落語を聞いて感動、それから真剣に落語に取り組むようになったのだそうです。大学卒業後、たい平さんは林家こん平さんに弟子入りします。ただすぐに弟子になれたわけではありません。林家一門のおかみである海老名佳代子さんの自宅で1年間に及ぶ住み込み修行を経て弟子入りを許されています。なお海老名家での修行は弟子入り後も続き、合計で6年間にも及んでいます。こうして落語家としての道を歩み始めたたい平さん、弟子入りから4年後の1992年に2つ目に昇進すると、2000年には真打ちに昇進しました。2つ目から真打ちになるには平均して10年から15年かかると言われています。そんな中、8年で真打ちになったたい平さんの凄さがお分かりいただけるでしょうか。その後も着実に落語家としての腕を磨き続けました。正式メンバーとなってからは笑点以外のバラエティ番組や CM、ドラマにも出演するなど大人気。2016年には24時間テレビでマラソンランナーを務めるなど、国民的落語家といっても過言ではありません。いかがだったでしょうか。今回は林家たい平さんのいろいろなことについて調べてきました。放送開始から50年以上が経った今も高い人気を誇る笑点大喜利コーナーに2006年から正式メンバーとなり出演しています。林家たい平さんは2023年4月24日フジテレビポカポカにゲスト出演しました。その番組内で日本テレビの国民的人気番組笑点の裏側を語る一幕がありました。笑点では58歳だけどまだ若手だというたい平さん、共演者が58歳だけど上の師匠たちがとんでもない年齢だからちょっとお茶入れてくれるみたいなこと言われてそうとイメージを話すと、自身はまさにそうですよ、お茶入れるぐらいだったらいいんですけど、こぼしたやつを拭いたりとか、ご飯粒がついているのを教えてあげたり、全部僕が面倒見るんですよと明かしました。時にはもう本番始まりますから皆さんトイレ行っておいてくださいと声をかけることもあると言い、誰が何の薬飲んでいるかも全部頭に入れていますから、倒れた時に飲み合わせが悪かったら大変なことになるでしょ、だから師匠方お薬手帳持ってきてくださいって言ってあると語っていました。笑点という番組は若手によって支えられている番組であることがよくわかります。皆さんの意見をぜひコメントで教えてください。ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録、高評価をお願いします。